サッカー J2 レノファ山口の田中俊也選手と末永東亜選手が1月30日山口市役所に伊藤和樹市長を表敬訪問し、ご当地シャレン選手として市の PR への協力と今期の活躍を誓いました。シャレンは社会連携活動の略語で、2017年から始まり、選手たちが各市長を担当し、イベント参加などを通じて地域の魅力発信や活性化を図る取り組みです。伊藤市長は田中選手に、試合では攻守の中心、大量得点を期待している、 SNS を使った市の宣伝もお願いと期待を込めました。末永選手にはレノファ初の市出身選手としてポジションを勝ち取ってとエールを送りました。27日のパレードや今季について歓談を、応援フラッグに伊藤市長と両選手がサインを入れました。サインが書かれたフラッグは今後市民にもメッセージを書く機会を設け、3月3日のホーム開幕戦で全19市長のものと合わせて掲示し、試合を盛り上げます。